じゃあ、スペアートエデンドメちゃんです。ということで、今日もアクリル絵の具挑戦していきたいと思います。ちなみにですね、筆とか全部ベロちゃんに取られちゃったから、筆なしでいきたいと思います。でまずね、まあ、スポンジがあるからね、スポンジなんとかね。ちょっとね、新しいこと試したいから、これでね、黒でね、まずね。で、ちょっと、これで、ね。真っ黒 OK 沸かしてもう一回ね黒をもっと黒くなったね綺麗な黒 OK でこれでねちょっとね型紙がないから型紙に大好き梅ちゃんは型紙の代わりに別のアイディアを思いつきました。型紙とはちょっと違う、逆だけどね。ということで、切ってきました。OK! こんな感じで準備完了しました。これね、型紙のね、逆バージョンだね。またね、これでいきます。いくよ。スカイブルーライト、ターコイズグリーン、ターコイズブルー、ブリリアントブルー、マンガニースブルー、フタロ、フタロブルー、グリニッシュブルー、ブルシャンブルー、オキサイドブラック。チュン、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 チュン。あ、出すぎた。で、スポンジでこんな感じで飲んだのここスタートでチャン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 どうかな何だろうねこのね、狼の割れちょっと白にしとこう。この狼の割れはちょっと白にしとこう。光が光ってるみたいな。なんかビビってきた。めちゃめちゃクソ。あ、やっちゃった。まあいいや。ちょっと後で修正します。木だね。これなんかスプレーと一緒だからね。スプレーと同じ感覚だとちょっと楽。こんな感じね。ちょっとおかしくなっちゃった。大丈夫これ。あー、クソだ。また失敗した。まあいいや。
しょうがない。オッケーや。お待ちかねの狼です。でこのテープをいくよ、取ります、いくよ、ダーン。プレアートのちょっと延長線上みたいな。できた。どうですか。こんな感じです。なんかマスキングしてちょっと切ってやるっていうのが一つのテクニックなのかなと思いました。でもこのね、いろんな色があるとやっぱりなんかね、ちょっとなんか楽だね。だこの10色か、もっとね練習すればね、こんないっぱいつかなくても綺麗になると思うけど、まだ初心者で初めての人でもいっぱい色を使えばもしかしたらうまく見える。 OK、 ということでちょっとでも ためになったなと思ったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。アディオスアミゴス。